オープン戦、西部ヤクルト、23日、ベルーナ D、ヤクルト村上宗隆内野手、24が4番、3塁で出場。8回の第4打席に右翼線へ2点2塁打を放ち、オープン戦2試合連続打点をマークした、1対0の8回1しに3塁の後期、西部5番手の田村に対し1ストライクからの2球目、続けられたフォークを弾き返した。 4番の貫禄の一打で煮物が生還、貴重な追加点を挙げた。